はい、ということで J さん、はい、ここからはスペシャルゲストを呼びましたよ。スペシャルゲスト、ミスターおガッツさんです。やったどうも、本田正史です。いやー、やっとプロレスの番組になってきましたよ、はい、今まで何だったんだってね。ビデオ見る回みたいな。お久しぶりです。お久しぶりです。変わりませんね。ね、そうですか、うん、だいぶ変わったと思うんですけどね。痩せましたよ、でもやっぱ ね、 ちょっとね、ダイエットしててですね、今。今はい、ほら糖尿とかあるじゃないですか、この年になると。でも変わらないですね、この軽やかな感じが。確かに、いや声がいいから、うん、声がいいじゃないですか、神之助さん。だから当時ね、FMW の女性ファンの人気が結構あったんですよ。あ、そうですか。ないですよ、女性ファンのイメージなかったじゃん。会場でリサーチしたんですよ。そしたらね、適当。いや、これ本当なのよ、ごわしてんじゃないのよ、うん、そしたらね、神之助さんは顔のまとまりが一番いいって言ってました。顔がね。本当ですか。顔がまとまってるって言ってましたよ。僕テレオンをさしたらいいですよ。声いいから。まあ声もいいけどね。今日はちょっと熊本からね、ご出身、あ、ご出身あるから長崎か。あれ出身は長崎ですね。長崎ですよね。大学が熊本で4年間。はやぶさと熊本商科大学という、はやぶさと4年間。学生プロレスをですね。いやすごい、はい、僕は大学に学生プロレスをやりに行ったんだよ。熊本に行くのはその、はい、学プロがあったから行ったんですか。そうですよ。え、もう大学を選ぶときにパンフレットでプロレス研究会がある大学をまず探してだって行ったらそれを したかったんで。勉強とかじゃなくてサークルでまず学生プロレスの研究会があるところだったら熊本商科大学だったんですよ。はあ。でまあ多分その一般入試だとちょっとこっちがあれなんで、うん、受からないかなと思ってたら、うん、ちょうど推薦枠があって、うん、僕がそこに入れて、で小論文と面接だけでもう通っちゃったっていう。あ、ちゃんと推薦枠で。面接なんで、もうそれだけでいいんですよ。すごい。それは何、プロレスラーとしての将来を。違う。いや、あれでしょ、高校の成績は良かったでしょ。良くないですよ。え、なのに推薦枠。あ、運動神経良かった。あ、違う。いや、なんかたまたまなんか枠に制度があった枠に入れて。すごいですね。はい、運が良かったですね。で、別にほらプロレスラーになりたくてとかじゃないんですよ。だからまあ好きだから、うん、学生プロレスがしたかった。学生プロレスがしたかったんですよ。だからプロになるって頭がもうこれっぽっちもなくて。当時の学生プロレスっていうのは盛り上がってたんですか。盛り上がってましたよ。だ、関東の方とかテレビとかでもやってました。関東は学プロがあれ、テリーファックがいてね。そう、テレビでなんか特集されたりとかもしてたんですよね。それはね、僕も関東の大学で結構流行ってました。で当時は30年ぐらい前はそのプロのプロレス界で学生プロレスってこう禁区だったんですよ。昔はだ、学生プロレスをやってるイコールなんかこうプロレスバカにしてんのお前らみたいな、コントみたいなネタやってたね。だから、うん、僕と早く入りましたけど FMW、うん、学生プロレスで口が裂けても言えなかった。俺たちもね、一言も言ってないと思います。そうそうそう、ね、もしバレたらクビになると思ってたんで僕ら。一言も言ってないですね、僕たちもね。そうですね。だテリーなんかも彼もめちゃめちゃ有名だったんですよね、うん、学生プロレスで。そうです、テリーファックでしょ。テリーファックがテリーボーイで、うちのくプロレス入ったのもやっとって感じでしたよ。あの人は第1号なんで多分ですよね、学生プロレス。あまりにも有名すぎて、で新日本に出た時に学プロ出身だっていうことで結構裏でいじめがあった。へー、やっぱそうなんだ。今ほら学プロ出身のレスラーが当たり前のように学プロですって言って出てますけど、当時は確かにもう口が裂けても言えないみたいな。結構やっぱり厳しい閉鎖的な社会ではあるんですね。
そもそもプロレス界でしょ。そうでしょうね。だって大相撲なんかは別に大学で住まれててもいじめられたりしないじゃないですか。僕もおかしいなと思ったんですよ。だって ね放送研究会からアナウンサーになったり、そうそうそう、落研から落語家になったりするじゃないですか。なんでプロレス研究会からプロレスになっちゃダメなんだって。そうそうそう、実際にテスト、ね、通って僕らになってるわけだから、うん、しかもすごい、ね、ダメなんだ。厳しかったし、技とかもすごかったんですよね、学プロも結構。ただちょっとコント的なことが多かったって思っちゃってんじゃないかなって。今はほらね、あの新日本も真壁選手とか、ね、棚橋選手とか学プロだし、プロ、うん、それは放送でも言ってるんですか。いや、もうこれみんな知ってます。隠してないです。天下など新日本プロレスが学プロの選手が今もトップですからね。トップで、うん、まあ、DDT とかもいっぱいいるし、うん、時代変わったんですよ。僕らがだから先駆者というか、うわ、ちょっともう一回実況し直したいですよね。いや、これ早草と神之助はって言ってね、言えればね。いや、でもあれでしょ、熊本商大の同級生で出会ってって話はしてます。それはしてますけどね。ただそれが学プロでって言ってよりなんかこう。この人もいて。この人も学プロですから。この人もいて。これで熊本とか、じゃあ熊本は大学からなんですね。そうですね、4年間だけいて、はい、でまあ先輩がいてですね、そのプロレス引退した時にもう何もすることないわけですよ。もう手に職もないし、どうしようかなって思ってる時に、もううち来いよって言われて、大学の先輩が、大学の先輩の、まあ福祉関係の施設とか、まあいろいろやられてたんですけどね。まあそこで面倒を見ていただいて。先輩は、はい、あのやっぱりミスター雁之助としてのこう勇姿をずっと見てくれてた感じなんですか。そうですね。で、先輩、その先輩も僕と早草に誘発されてプロレスラーになっちゃったんですよ。ええ、なっちゃった。そうなんですか。学プロの先輩、学プロの僕と早草が1年できるの4年の先輩なんです。あ、そうなんですか。で、その今の社長が、はい、で、後々なんかマレンコ道場とか行っちゃって、うん、アメリカまで行っちゃって。本気ですね。じゃあ海外でプロレスラーになったんですか。なって日本に戻ってきて、あの俊二さんが PWC ってやってたんですよ、そこでマスカウってゼットンって、ウルトラマンのゼットンっていうのをやってたんですよ、一時期。ウルトラマンロビンがいたじゃないですか、の相手役でゼットンって。ゼットン勝つからね、ウルトラマンに。なるほど。まあ素顔にその後なられて西日本プロレスとかに出られてましたけど。そうなんですか。あ、じゃあ全部高野選手とは関係があったんですね。あ、その僕の先輩ですね、橋部社長は。で、その方はもう先に引退っていうか辞められて。そうですね。そういう意味で言ったら僕も PWC 高野のとこから FMW ですから。あ、そうなんですか。そっか、そこ。そうです、そうです。そこが最初か。そうです。あ、どういうつながり。もともとはあのいろんなプロレス好きだったんですけど、PWC 見に行ったんですよ。そしたらあんまりにも面白いんで、あの大笑いして見てたら、これはね、こんな面白いのはね、ビデオかなんかで映像で残してないな、誰もカメラ回してなかったから、誰かカメラ回さないともったいないって言って、あの乗り込んだんですよ、カメラで回していいですかって言って。そしたら高野が、あんたらな、笑ってたよな、この間みたいな話どんだけを説教が始まりましたね。笑ってるの見られてたよ。バレンバレだったな。あんたら大笑いしてたじゃないよ。あの感じで怖い怖い。で、なんそれから長い付き合いなんで。ああ、なるほど。なんか人懐っこい人ですもんね、ちょっとね、あの人ね、あの風貌でね。そうです。だから FMW も、あのちょっと後半ね、高野さんなんかどうだろうなみたいなことあったんですけど、あの高野が来たら、あの黒田と保坂がもうその日でやめますって。